7月4日、プロ野球ニュース、ヌートバーヒットで2試合ぶり打点、鈴木誠也21打席ノーヒット。大リーグカーディナルスのラーズ・ヌートバー選手は3日、相手の本拠地、マイアミで行われたマーリンズ戦でタイムリーヒットを打ちました。ヌートバー選手は9番センターで先発出場し、0対2の2回、ワンナウト1塁2塁で迎えた第1打席で、 センター前にタイムリーヒットを打って2試合ぶりの打点を上げました。第2打席は空振り三振で7回の第3打席は先頭バッターでフルカウントから3球ファウルで粘ったあとフォアボールで出塁しました。そして後続のヒットで高走塁を見せて三塁に進み犠牲フライでホームに帰りました。 8回の第4打席は、ランナー1塁2塁のチャンスで、ライトフライに倒れ、ヌートバー選手はこの試合、3打数1安打1打点で、打率は2割5分6厘になりました。カーディナルスは4対5で敗れました。鈴木聖也ノーヒットチームは3連敗。カブスの鈴木聖也選手は、相手の本拠地、ミルウォーキーで行われたブルーワーズ戦に途中出場し、1打数ノーヒットでした。 鈴木選手は7回途中でライトの守備に入り8回に回ってきた打席で空振り三振に倒れました。これで出場した6試合で21打数ノーヒット、打率は2割4分5厘になりました。カブスは6対8で敗れて3連敗です。